カプチーノを頼みたかったんです、テイクアウェイで。だけど自信がないから大きな声で言えないんですよね。で思わずこう小さな声で Can I get カプチーノとか言うと、カップオブティーに聞こえてティーが出てきてしまうんですけど、あ、全然紅茶なんて飲みたくないんです。本当コーヒーがすっごく飲みたくて全然紅茶飲みたくないんですけど、変えてとも言えず、あーと思いながら紅茶を飲みました。はい。今はですね、マッコーリー大学キャンパスにあります CME という英語の学校でアドミッションコーディネーターの仕事をしています。私はこの環境を非常に気に入っています。私の職場はたくさん本当に違う国からいらした方がたくさんいるんですね。それで私だけがオーストラリア人じゃないということではないわけですよ。なのでどの方も私がどんなふうに多分こういうふうに苦労してるんじゃないかとか、こういうことが困るんじゃないかということをこう分かち合えるっていうか、みんな助けてくれる。非常に私はありがたいと思います。だからとてもこの環境が働きやすいです。日本をね、客観視できることが、客観視できるようになったことでしょうか。日本にいると日本でのことが当たり前なんですけれども、こっちに来て日本のいい点や逆にオーストラリアの好きなところや、そういうことが発見できるということでしょうか。それね、この質問難しかったんですよ、とっても。そうですね、でもね、理想的にはその自分のホームが帰りたいところであればいいなというふうには思います。つまりそれはきっとやっぱり家族が一緒にいて、愛する人が一緒にいてというところになるかなというふうに思います。きっとこれから私は作り上げていくんじゃないかなというふうに。